さあ、では始まりました、もてちチャンネル。さあ、今回はですね、2学期の勉強法というところですね。2学期の英語の勉強法ですね。これ、森哲English チャンネルですからね。それについて話していきたいかなと思いますね。まあ、いろいろね、夏休みが違うんだよね、今年。バラバラなんで。あ、もちろん地域によってもね、夏休みって終わる時期違うんですけど、今回やっぱコロナ禍でですね、早く始まったとこもあるし、遅く始まったところもあるし、リモートになったとこもあるとかですね、結構バラバラなんですよね、聞くとね。で、状況はまちまちなんですけども、話していきたいかなと思いますね。まずどうでしょうか、夏休みうまくいきましたか。まあ、これ見てる人のね、多くはうまくいかなかった人だと思うんですけども、ちゃんと夏の勉強法見てくれたかな。でもまあ夏の勉強法のね、動画にも結構質問来てたりしたので、あ、そうか、わかんないんだなこれっていうですね。まあだからやっぱり予備校通ってるとかさ、まあ武田塾チャンネルとか見てくれてる人はわかるけれども、やっぱ一般の受験生とかってですね、わかんないんだなって思いますね。だから例えば英文解釈っていうのを使っても、英文解釈って何ですかってとか、英文解釈って何やればいいんですかとかっていう質問も来てたんで、あ、そうか、そういうのも分かんないんだなと思ったんで、ちょっと説明していきますね、そういうのもね。で、高1なんですけど高2なんですけどっていう人はですね、これらを早く終わらせればいいんだなと思ってください。これまず夏までの話をしますけど、その夏までの話っていうのが、なるべく早い段階で高1高2で完成してたら、4月にもうロケットスタート切れると思っておいてください。で、まずはですね、やっぱり単語どの程度進みましたか。まあ、単語帳ね、全部完璧にしろとまでは言わないんですけど、そう、単語帳ってやっぱりさ、現実的に言うと受験のね、前日当日も見てるって可能性が高いものじゃないですか。やっぱり2000語とかってあるものってなかなか完璧にするのは難しいものなんですよ。うん、それは分かってます。やっぱ今回ね、この1ヶ月でいろいろと指導したりした人とかでも、こう単語を覚えられるかって言って、やっぱなかなか難しいっていうのはよく分かった。すごく英語が得意な人でも単語帳全部覚えるっていうのはやっぱ相当難しい。そう、なんか確認テストとかやってもなかなか満点って出ないよね。やはりそれぐらい単語っていうのは覚えるの大変。さらに熟語になるともっと大変ですよね。やっぱ熟語苦手な人多いな。で、当然まあね、最初一訳ぐらいね、まあ、赤字で書いてあるとか、一番最初に太字で書いてあるとかっていう訳ぐらいまでは出せるようにしてほしいかな、なるべくって思う。もちろん最後の方になると難しい、レベルが上がるっていうのはよく分かってます。この1ヶ月自分も教えてみてよく分かった。単語帳ってこんなにレベル違うんだな、最初の頃に載ってるやつと後ろの方に載ってるのっていうのは実感しました。なんでその気持ちはよくわかります。さらに熟語になると本当に覚えるのに苦労する人がたくさんいるっていうことも指導してって、すごくよくわかった。なんかこう、今までやっぱこれ集団授業でバンってやるだけだったから、予備校講師になった後は一人一人を見るとこんななんだなっていうのはですね、非常に実感しました。大変だね本当に。まあそこは頑張ってください。これもやっぱり毎日のように続けていかなきゃいけないものですからね。で、文法ですね。これがまあいつも言うんですが、単元別を、まあ、夏までに終わらせてほしかった。ここからは出題形式別です。終わんなかった？終わらせましょう、早く。もう遅れてるってことですからね。だからいわゆる、まあ、ネクステとかヴィンテージとかさ、ああいうスクランブルとかさ、ああいうものだったら、もう正解なんか余裕でできるし、プラスで回答根拠も完全に説明できますよっていうレベルになっててほしいんですよ。そう、やっぱ説明できないとさ、当たり前ですけど、初見の問題解けないからね、同じ問題出るわけないですから、だから問題を覚えたところで意味ないわけで、回答の根拠説明できるようにしなきゃいけないわけですよ。これがね、結構やっぱね、覚えちゃう人多いね。一周しました。よし、これぐらいできた。2周目、よし、3周目って言って答え覚えてっちゃうってね。どん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 、よし、もう大丈夫、答え覚えたからバッチリ。バッチリじゃねえ。文法は答え覚えても仕方がない、ね、ちゃんと説明できるレベルにしておいてください。で、単元別になってるわけじゃないですか。ああいうのって単元別になってるものがいよいよバラバラになってくるわけですね。4択の問題であってもバラバラに並んでると。今までだったら、あ、トゥー不定詞が答え、次もトゥー不定詞、次同名詞、準動詞のやつだからっていう風にやったりとか、あ、ここ関係詞だから関係詞が正解になるなとかっていう単元別でいけちゃったやつがもうバラバラになって出てくるわけじゃないですか、本番の入試でも。だからそれに対応できるようにバラバラで演習していくっていうのが大事になるわけですよ。で、当然4択だけじゃないですね。様々な出題形式がありますから、文法語法の問題って正常問題で出てくるのか、その並べ替えですよ。だったら並べ替えのね、練習だったり解き方知らなきゃいけない。正誤問題苦手な人多いですね。間違い探し問題ですよ。それで出るんだったらちゃんと正誤の練習をしていかなきゃいけません。会話問題、そうですね、会話問題だってあれきちんとね、論理的に考える力
必要ですから、ただただなんとなしに解くんじゃダメですよ。ちゃんと出題意図とかあるわけですよ。今まで習ったその文法知識使って解いてくださいね。と言ったようにですね、出題形式別に移っていかなきゃいけないわけです。そうです。だから単元別を終わらせて出題形式別に、これが非常に大事になりますので実行してください。続いて一番質問が多かった解釈ですね。まあ解釈はやっぱり一通り終わってる。そしてまあ次の段階に進むっていうか、もう長文に入るか、そして過去問だよねっていう、そこのレベルに行ってほしいんですよね。で、解釈って何なのってね、質問来ちゃったんで言っておくと、解釈っていうのはですね、英文の構造をつかむやつですね。あ、主語がここ、動詞がこことかってね、あ、SV、OC とかって習うじゃないですか。ああいうの触れるようにしましょうねっていうことです。例えばカッコつけて、あ、これが形容詞の塊だなって、でこれを修飾してるとかで、あ、ここ副詞の塊でとかっていう風に見抜けるようにすることです。それが解釈の勉強っていうわけです。で、それができるようになって、まあまあよく来るんですよ。それやったってさ、どうせ本番でそんな S とか V とか振ってたら時間なくなっちゃうじゃないですかとかね。それだって返り読みしなきゃいけないものじゃないですか。まっすぐ読めないじゃないですかとかってね、言う人もいると思うんですけど、知ってます、それは。で、まあ前にね、動画出したようにね、英語と日本語って違いすぎるんですよ。めちゃくちゃ遠い言語です。だからまあ語順が違うっていうのはですね、本当に大変なんですよ。だから語順違って辛いんですけど、まずはきちんと英語の構造っていうものをね、把握できるようにしとくってね。これができるようになると、まあ遠回りのように見えて、実はまっすぐ読むのに役立ってくるんですよ。で、塊が見抜けると、その塊ごとに読んでいけるんですよ。まあスラッシュリーディングってやってる人もいるかもしれないですけど、私はあんまりスラッシュじゃなくてカッコでやってた人間なんで、そのカッコごとの塊ごとに解釈しながら前から順に読んでいくっていうことができるようになります。和訳問題が必要になる人たちいますよね。国立の人とか特に、そういう人たちは返り読みしなきゃいけないですからね。どっちにしろ返り読みしないと、というか返り読みの形でやらないと自然な日本語にはならないので、だから返り読みは悪だとする必要はないです。特に和訳問題がある人は、やっぱ難しいものは返り読みしないと無理ですからね。それよりは正確にきちんと読めるようにしていく必要がありますね。で、その段階がまあ解釈と呼ばれるもんで、それが終わった人は、ね、和訳問題難しいの出るからって言って上のレベルの解釈やったりとか、今度は一文一文の解釈ができるようになったけど、文と文とのつながりがよくわかんないとか、段落のトピックがつかめないとか、長文の言ってることがわからないとかですね、こういう段階に進みますね。ちゃんと文と文とのつながり考える、段落のトピック考えるとか、文章の全体のトピックとか、段落と段落のつながりとか、こういう、つまり長文ですね、の段階に入っていく、ね、長文を読めるようにしていくっていう段階に入るわけです。もちろん浪人生とかだったら、もう前もとっくにその段階入ってますっていう人もいるだろうけど、現役生は本当にこの9月になってからそこに入るって人はすごく多いです。で、この段階を踏んでないと過去問やっても、当然多くの大学は長文ですから、ってなっちゃうわけですね。文法わからない、解釈わからない、単語も熟語も入ってない、そんな人たちが文と文とのつながりなんか考えられないですね。もう適当に読んでっちゃっておしまいみたいになっちゃうわけですよ。で、そんな人たちが、早く読めません、速読の方法を教えてくださいってよく言うんですね。そう、だから速読の段階に行ってないから早く読むことができないよ、それじゃっていうことです、はい、なんで単語熟語文法構文を終わらした段階から長文に入るっていうのです。で、長文っていうのも当然出題形式がありますから、だからちゃんと過去問見ておかなきゃいけない。長文中の空所補充、内容説明とか、下線部の言い換えとかさ、下線部説明とかね、いっぱいあるじゃないですか、パターンって。で、内容1だって普通になんか問題があって4択になってるものもあれば、たくさん選択肢が並んでいて、そのうちの中から3つ選びなさいとかあるわけですね。そういうのって全然違いますから、それらをやっぱ解けるように練習していかなきゃいけないね。量をこなさなきゃいけないわけですよ。で、量をこなすって言ったって、がむしゃらにこなすんじゃなくて、まずは出題形式を知ること、過去問ですね、過去問やれとは言わないけど、過去問を見てどういった形式が出るのかを知っておかなきゃいけません。受験は戦略、受験は情報戦です。これも違いないですから。で、作文に関しては使える表現を増やしている状況ですね。自分で書ける表現がたくさんある状況ですね、にしておくことが大事ですね。まあ単語帳をやっててまだ意味しか覚えてないって人は、使い方も覚えておいた方がいいですよ。まあフレーズで覚えておくとかね、そういった形で使える表現をとにかく増やしておくのが大事で、その段階からもう型を入れておきたいですね。和文英訳だったらこういう型とか、自由英作文だったらこういう風に書いていくみたいな型を入れていくことが大事ですね。で、その中でまあいろんな問題解いて、
ていって、まあ、できれば誰かに添削してもらって力を上げていくってことですね。結構大変ですからね、やっぱりね、英作文ってね、そう簡単にできるようになるものではないですから、日本語をそのまま英語に直しても英語にはならないからね、やっぱ英語と日本語は遠すぎるんですよ。だからまあね、誰かに見てもらって、で自分のその間違いをどんどん減らしていく、これが大事になりますね。同じミスばっかしないようにね。だからまずは表現を覚えてないんだったら表現を覚えなさいね、ただただ単語の意味だけじゃなくて単語の使い方も覚えていって、いろんな文書けるようにして型を入れておく。そっからたくさんやってって間違いを減らすっていうのが大事です。ライティングだって文法わかんないと書けないわけですから、ね、単語詰め込んだって文法わかんないと書けないし、構文わかんないと書けないですから、やっぱり単語や文法を終わっておくことがライティングにも大事なんですよ。そう、まずはインプットちゃんとある状況でね、やっていくのが大事になりますからね。そして最後にリスニングですね。リスニングはやっぱり知らない表現は聞こえないんで、表現を増やすっていうのが大事です。だから文法も熟語もやってないのにリスニングできるなんてことはないですから、そこから、まあ慣れるのももちろん大事なんですけど、まあ聞こえる表現のレベルをこう上げていく。そして、そこから解き方ですね。これも大事ですね。やっぱり解き方。ね、よくいるじゃないですか。共通テスト聞こえるんですけど解けませんって人ね。そう。だからやっぱり様々なパターンがあるので、その解き方を知っていくことが大事です。で、まあまずね、自分のレベルがどの程度なのかっていうのをね、英検の下からこうやっててもいいし、あ、ここまで聞こえるなって言って、だんだんレベルを上げていく。まあそもそもね、やっぱ構文やって、きちんと一文一文が読めるようになっていくと、一文一文聞こえるようになっていくんですよ。まあだからね、よく音読進められるじゃないですか。音読やるとリスニングにいいとか、早く読むのにいいっていうのをですね、そう、まっすぐ理解できるようになっていくっていうのが助けになることがあるからなんですね。はい。こんな感じでですね、どの程度までいきましたか？まずやっぱ単語、熟語、文法、構文終わってないんだったら、読解、リスニング、ライティングできないわけですからね。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.さあ、始まりました。ぼちっちチャンネル。さあ、今回はですね、9月からの英語長文勉強法ということでやっていきたいと思います。まあ、これは手の内というか、今まであんまり話してこなかったんですけど、話しちゃいましょう。はい。私が普段ね、可愛いとか、で、等身とかで喋ってたことですね。いわゆる9月までと9月の後にやることってだいぶ変わってくるんですね。あ、ただまあ先に言っとかなきゃいけないですけど、基礎ができてることが前提ですからね。基礎ができてないとダメ。だからこの単語ちゃんとやってる、文法ちゃんとやってる、構文の勉強しているよ、もう終わってるよ、基礎のところはもうちゃんとできているよっていう、完璧になってるってことが大事になる。まあ完璧ってももちろん穴はちょこちょこあると思うんですけど、それが大事になります。だからね、まあいわゆる早慶とかね、特に難関大行きたい人にはすごく大事で、この勉強がちゃんとできている人にはめちゃめちゃ刺さるんですよ。これもうね、経験上分かってる。授業とかもね、いろいろやってきたわけですけど、予備校でも、で、高校の講習でもやってるんだけど、ちゃんと勉強してた人には、なるほど、そうだったとか、自分はこれからこうやって勉強していくのかっていうのは分かるんですね。でもね、大体の人って、そもそもの基礎ができてない。もう英単語も文法も構文読解ですね。まあ英文解釈とか言ったりするけど、ここがそもそもできてないから、全然話にならない。こっちが言うことがね、刺さらない。え、そんなのできないよって終わっちゃうんですよ。だからまず言っておきますよ。基礎はできなきゃダメです。覚えてなきゃダメです、単語。これは口を酸っぱくしています。もう夏、それできなかった人、こっちちゃんとやってください。とにかくなんか早く読めるようになりたい、問題解けるようになりたいって言うんだけど、こっちもできてないのに、こっちもちゃんとやってないのに、無理だから。で、こっちができてる前提で話しますよ。それ忘れないでください。はい、では行きます。まあ今もうね、個別指導でやったりとかしてる時に、まあいわゆる長文に入っていく人が多いんですね。まあ構文やって、その後まあポラリスとか使ってる人も多いと思います。ポラリス1とかね。それ使って指導することもあるんですけど、で、ポラリス1に入るとわかるんですけど、やっぱ知らない単語いっぱい出てきますよね。わかんないよこれ。勉強してない。単語帳に出てきてないとか、自分のやってる単語帳には載ってないよとかっていうのね、出てくると思うんですよ。で、その時にきちんと単語の勉強、構文の勉強、文法の勉強してた人は推測できるんですよね。あ、この単語と並んでるってことは、これ and で並んでるんだから、あ、この意味だよねっていうふうに推測できる。あ、ここに人の名前あって、その後ろにバーって長く並んでるんだから、あ、これって同格で並んでて説明してるだけだよね、具体例だよね、あ、コロン来た、あ、これやっぱりこのコロンの後ろ具体例になってるだけだとか、あ、ダッシュで、あ、これ挿入的に説明してるだけだっていうのが分かるわけですよ。そうすると早いですね。分かんないこれ、いつものようにですね、知らない単語出てきたらまるで囲むとかね、線引くっていうので止まってってならなくなるでしょ。これが大事なんですよ。読み進めることです。で、9月からは読み進めるっていうのが大事なんですよ。止まらない。そう、だから速読がどうたらとかね、速読のメソッドを教えてくださいとかね、そういう前に読んでる時に今まで習ったね、その文法単語構文の知識を使ってわからないね、知らないものでも読み進められるっていう、これが
めちゃめちゃ大事なんです。だからこれをすごく重視するんですよ、2学期からはね。どうせわからないでしょっていう前提で話すんですよ。で1学期はもう単語の知識めっちゃ教えるわけですね。はい、この単語はこうでこうこうこうだから知らなきゃダメだよ、はい、早期レベルだと他にもねこんな意味の、ね、単語が出てきたりとか、ね、似たような意味でこういうのがあったりするんだよって、この単語はこういう語法があってこういうふうに使ったりするんだよ。知識は大事です。早期なんてめちゃめちゃ知識大事だから、だから知識はやります。やるけれどもちゃんとその今まで習った少ない知識とか言っちゃいけないけどね、自分の持っている武器だけで未知のものが出てきた時にどうやって倒すことができるのかっていうのを考えなきゃいけないんですよ。でこれがすっげーよくわかる。ちゃんと基礎をやった人たちは僕が説明するとなるほど、だからあの時わざわざ SVC はイコールになるとかね、オート C には手術の関係がなるとか、コロンやセミコロンは舐めちゃいけないんだ、代名詞は舐めてはいけないんだとかって言ってたのはそういうことだったんですねって分かってもらえるわけですよ。なるほど、全て伏線というかこれができるようにするためにわざわざやってくれてたんですねってすごい感謝されたりするわけですね。そうできる子、合格する子にはむちゃくちゃ刺さるんですよ、私の言うことってね。だからこれをもうすごく刺さって、自分でできなきゃダメですよ、できるようにならなきゃいけない。これがねめちゃくちゃ大事なの。だから今までと同じようにただただ知らない単語が出てきたら覚えるとか、分かんない構文が出てきたら覚えるとか、そんなんやってちゃダメなんです。一歩上に行かなきゃいけない、これがすごく大事なんですよ。でこの一歩上に行くためには当たり前だけどね、A&B で並んでいる単語って言って A を知らなきゃ意味ないわけじゃないですか。だから知識いるんですよ。だから知識をちゃんとしている子たちはなるほどってなる。でも A も知らない、じゃあ B 分かるわけないよねっていう、こういう子たちははぁってなるわけですね。ほら来た、コロン、セミコロン、セミコロンやコロンの使い方知らない人たちははぁってなるわけです。ほらこれ文法、ほら SVC が来てるんだから、 SVOC 来てるんだからこうだよね、知らない人ははぁってなるわけですよ。ざっと説来たらほら思うか言うでしょ、動詞ははぁね、知ってればこの単語知らなくてもほら分かったでしょ、読み進められたでしょっていうのをやるんですよ。だこれが長文読解でいうところのアウトプットなんですよ。僕がね言ってるだけですけど、はい、アウトプット。だから文法問題だとアウトプットっていうと自分が得た知識を使って文法問題を解いていくことっていうのがねよくアウトプットって言われるじゃないですか。それと似たようなもんなんですよ。今まで習った構文や文法、単語の知識を使って未知のものが出てきても対応できるようにする。だこれを僕むちゃくちゃ重視するんです。だこれができるようになってないと本番戦えんぞと。どうせ知らない単語が山ほど出てくる、山ほどにならないでほしいんだけど、いっぱい出てくる。でもそこでも読み進められる、そこでも解けるっていう状況にしとけっていつも言うんですね。でこれがまず一番、もう2学期からちゃんとできるようにならなきゃいけない。でやっぱ合格してる人たちいっぱい見てるから、その人たちはこれの意味がわかるんですよ。これで本番戦えるんだっていう風に分かって試験会場に行くから、だから合格した後にこうね挨拶来る人とか、やっぱりちゃんと理解してたんだな、私の言ってること分かってたんだなっていう子が多い。だから一番良かったですとかってよく言われるわけですよ。知識もすごいたくさんつけてくれたし、さらにはその分からないものにどうやって立ち向かっていけばいいのか教えてくれたっていう風によく言われてた。うん、だこの考え方を持って挑んでくださいね。で次、読みの範囲を広げてください。まだ一単語一単語読んでる人多い。一単語一単語やって一生懸命日本語訳してる、1時間かかってるでしょ。それじゃダメです。幅を持ってください。塊ごとに読めてますか？このフレーズごとに読んだり、句で読んだりとかですね、節で読んだりみたいなのできてます？それやってないと無理よ、マジで無理。そんなんじゃできないよ。きちんとね、そういうレベルになるってことが大事。まずで次のレベルとして文と文とのつながりなんですよ。そう、細かい、まあ細かいっていうのもあるけど、単語単語から句節でちゃんと文をパッ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 と早く読めるようになってる。で文と文とのつながりがきちんと分かってる。でその文のつながりが分かって、その段落が何を言ってるのかが分かる。でさらにこの段落ではこうだった、で次の段落読んでまた文と文とのつながりとか、この段落と段落とのつながりはこうだなっていうのを読めるようです。で自分自身はそれを先を読みながら読みますから、こう来てるんだから、あ次の文はこう来るんだなとか、この段落はこう来てるんだから、特に最後こうやって終わってるんだから、次の段落はこういう話になるんだなっていうのを分かりながら読んでるので、だから早いんですよ。予想しながらやってるから、あきっとこういう話だろうな、うんうん、あやっぱこうだよね、はいはいはい、で具体例どうせ来るんでしょ、はいはいはい、あこれが具体例ね、ほうほうほう、なるほどって読んでるから早いです。で読むのは早いんです。でこういう読みができるようにならなきゃいけない。わかりました。で、まあ、あとはやっぱり問題は解くことですね。解くことをきちんと重視するっていうのに移ってないといけない。うん、やっぱね、まだだってさ、該当箇所に印つけてない人がいっぱいいるもんね。いつも言うんですよ、その高校のさ、講習とかでもすごく言うの、たくさん。春の時にもね、ちゃんとね、回答の根拠に印つけてなきゃいけないんだよ。それをで、答え合わせするときに根拠が合ってたかを確認するんだよって言うんですよ。夏の初めにも言うんですよ。で、夏の終わりに、また同じ人たち会って言うと、ついてないんですよ、根拠が。この夏、あなた結局何もつけなかったのねって。
ってなるわけで、それで受験会場まで行っちゃう人がほとんどなんですよ。結局やらない、該当箇所を見つけてそこをきちんと読むとかっていうことをやらない人が多い。だから何度も何度も読み返す。内容1問題であれどこに答えがあったんだろうっつってまた読み返す。無理ですよ、早慶そんな時間ないから、読み返すことなんかできないから。そういうレベルにならないといけません。これ大事ですよ。いるでしょ印つけたらいい人いっぱい。ダメですよ。ということで止まらないことで、文と文段落ね、つながりを考えること、そして解くっていうのを意識してやってください。これが9月からのやり方なんですよ。まあもちろん細かく分けたらもっと他にもあるんですけど、この3つはまずちゃんと理解して進んでください。これをやらなきゃいけないんだ。で、何度も口酸っぱく言うけど、これができるようになるためには基礎ができてないといけない。基礎ができてない人がこれをやろうとしてもどうせできない。なんでこのことを忘れずにきちんと勉強を進めてください。はい、わかりましたね。ちゃんとやってね。はい、ということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。さて始まりました、モテチャンネル。さあ、ひらだぜや。どうも、ワンダー音楽塾代表のひらです。よろしくお願いします。お願いします。さあ森田先生、うん、今日はちょっと変なテンションから始まりますよ。なんてかっていうと生配信後ですから。そうです、疲れてます。俺さ、まさかのあなたが俺に酒飲ませてたじゃん途中で聞いたけど、ね、俺さ嘘と思ってこれから撮るんだけどと思って本当ごめんなさい、うん、はい、いきますよ。はい、はい、本日の動画はですね、2学期から負けていく受験生の特徴5選。おお、なるほど。まあ時にちょっとこういうスパイシーなネタをやって、まあ皆さんに戒めにしておこうというね、はい、そういうねネタでございます、うん、はい、じゃそちらをねもうさっさとくだらない話してる場合じゃないのでやっていきたいと思います。はい、まず第1に、生活リズムがシステマティックじゃなくなる、ね、そうですね。まあ、これはもう僕はほら普段からの動画の中でもちょっちゅう言ってるけど、うん、生活リズムこそが一番の勉強法って言ってるんですよね。はい、言ってますね。で、自分の塾とかでも、まあ、1週間から10日に1回生徒の個別指導でこう勉強内容とか出来具合とか全部チェックしてフィードバックを出すんだけど、うん、その中で受験生見てると物になっていくやつとダメになっていくやつって分かれるんですよ、うんうんうん、でダメになっていくやつほぼ一通りで、はい、みんな生活から崩れていきます。なるほど。生活が崩れると当然変な形には変な中身がついてくるんで、うん、で勉強がついてこなくなってどん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 勉強が負のスパイラルになっていくんですよ、うん、今日もダメだった、明日もダメだった、明後日もダメだった、で挙句の果てにどうもモチベーションがとか言い出すんですよね。そうですね、うん、まあまた夏はね自分の時間がボンとあるんで、ね、そうそう、乱れやすいんですよ。乱れやすいんですよ。夜遅くまで起きたりとか、うん、そうなんです。何にもないからずっとぼーっとしてたりとかですね、そういうの起きやすいです。なので生活はシステマティックであること、そうじゃないと今日の自分が良かったのか悪かったのかがわからないので、極力システマティックな生活を心がけてください。はい、2つ目、計画性が戦術にないっていうことですね。うん、そうなんですよ。で結構これね、計画性で割と難しくて、うん、1学期とかね夏休みとかっていうのは割かし計画性がなくてもね、まあ何勉強してても力になってきてるんで、うん、ってなんだけど、例えばですけどこれからの時期っていうのはやっぱりこういつ頃にどれぐらいのものをやるのかっていうのがポイントになってくるんですよね、うん、でなんでかっていうと、例えばですけど、じゃあうちの生徒とかだとね、12月とかにもなったらやっぱり共通テストをね受けるっていうことであれば、どう考えてもやっぱりまあ共通テストが勉強の中心になってくるんですよ、12月ぐらいになってくると、うん、そうですね、ってなってくると結構か、ちょっと待って、ゆきお先生遊んでないでお疲れ様です。面白かった。ちょっと12月ぐらいになってくるとどうしたってやっぱ共通テスト対策が本当に重きを置いてくるんですよね、うん、はいはい、ってなってくると、どれぐらいその期間に12月からやっぱり1月上旬あたりですけど早慶とかね、自分の志望する大学の過去問やれるのかってなってくると、うん、あんまできなかったりするんですよね、はい、そうですね、ってなってくると、これね結局12月1月上旬が潰れると、当然11月いっぱいぐらいまでで過去問をなるべく消化しないといけないよなってなってきた時に、その計算ができてないと結局11月いっぱいまで過去問とかほぼやらずに来て、で12月も共通テスト対策が忙しくて過去問できない、1月上旬もできないってなってくると、じゃあ1月中旬ぐらいから、まあ、2月中旬早稲田入試始まりますよね、国公立入試も2月後半からですよね、ってなってきたらもう過去問やる期間が全然ないんですよね、うん、でそうなってくるとみんながどうなるかっていうと、よし1日1年分だとかなってきたりして、こうジャンクフードのような過去問の書き込み方をして、で対してね復習や習熟もしないまま本番になっていっちゃうっていうことになってくるんで、こっからはね結構本当にどういうスパンでいつ頃までにどれぐらいの過去問をやっておくのか、どういうやり方でやるのかっていうのの計画性が重要になってくるんで、その通り、うん、それがなくて結局戦略ミスでダメになっていく2学期を過ごす人が多いかなという印象ですね。なので指導者が大事な、まあ、うちもそうだし武田塾もそうですけど、なぜ指導者が大事なのかっていうのはこの2学期からまさにね指導者の腕が出てくるんで、
受験生一人だとなかなか越えられない壁っていうのがやっぱり2学期から顕著に現れてきます、はいはい、だから入った方がいいですよっていうことですね、はい、こうやってこう宣伝をねしておくと、はい、続いてまいります。3つ目、過去問にやり方がない人、それとあとね、解説に頼りすぎな人。なるほどなるほど、うん、僕はもう本当にしょっちゅう言ってるけど、もう極論するとね、もう脳弁でもね、過去問さえできれば、過去問やるまでが脳弁でもいいんですよ。なるほど、極論すると、うん、何のために勉強するかっていうと、皆さんは今22年に取ってるんで、23年入試でいい結果を残すために勉強してるんですよね、うん、ということはじゃあ23年入試でどうやったらいい結果が出るかなってことで考えると、それまでの過去問でいい成果が出せてたら23年の未来問でもいい結果が出る可能性が高いわけです。要は皆さんはいい結果を出すために可能性が高い勉強をしてるんですよね。で、その最たるものが過去問なんですよ。だからこそこの過去問にはやり方が必要なんですよね。で、まあこの過去問のやり方はまあ僕もそうだし、武田ゆきチャンネルも含めて、まあいろんなところでいろんな人が言ってるんでね、まあそれを見ていただけたらと思うんですけれども、このね、過去問に対してさっきもちょっと重なるんだけど、ジャンクフードを食うような勉強法でやるなってこと。これ計画性とも絡んでくるんで、やっぱり計画性と、あとやり方ですよね。どういうやり方で自分がその過去問に習熟するのかってことに対してのやり方をね、必ず設けておいてください。で、そうなってくるとね、ネックになってくるのが、過去問集はどうしても解説が淡白になりがちです。そう、うん、どう考えてもこの下線部問題、語彙力でいく問題じゃないだろうみたいな問題の時にも、まあ、そういう解説がなされたりしてるんですよね。これはこういう意味だから選択肢 A が正解みたいな、でも絶対知らんでしょみたいなね、うん、という時にどう崩すかっていうことなんだけど、でもどうしても解説にそう書いてあると、ああそう解くんだなっていうふうに思いがちなんですけど、どうしても過去問集の解説淡白なことが多いですから、だから皆さんは過去問集の解説はヒントぐらいにして、どうしてもそれで納得ができないときは、さあってと、なんか崩し方ないかなっていうのをちょっと考えてみていただきたい。過去問集の解説をヒントにして、もうちょっと自分で淡白な過去問集の解説と回答との間をつないであげてほしいです。自分の実力で。そのために今までいろんな解説の詳しい問題集やったり、知識を蓄えてきたりしたので、過去問集の解説で分からせてもらおうと思わないでください。過去問集の解説を使って自分で分かりに行くような姿勢でいてください。過去問に対してのやり方とスタンスが間違ってるってことですね。なるほど。で、4つ目。これも大事です。2学期以降は大事。共通テスト系の模試や共通テスト本番で成果が出ない。これも大きいです。なぜかというと、当然ながら共通テスト本番で成果が出なかったら、皆さん気持ちが落ち込むのはわかると思うんですけど、これ共通テスト系の模試、もうこっからは大事になってきます。どうしてかっていうと、人間にはね、心というものがあるんですよ。森田先生にはないんだけど、彼はターミネーターですからね。あるけど、ここにあらず。うん、よかった。はい。はい、今日も安定の面白さ。はい。要は共通テスト系の模試で皆さんね、数字が出ない日々が続くとします。もうこれからだと学、ね、現役生だと毎月1回2回必ず共通テスト模試がある日々が続くと思うんですけど、そんな中で今回も6割だった、また6割だった、ちょっと上がったけど7割ぐらい、届くかな届かないかな、あまた6割に落ち込んだ。こんな日々が続くと皆さんはどうなっていくかっていうと、今はまだね、この動画撮影してるの8月なんですけど、まあこの動画が出る時期はまだいいですよ。試験本番が遠いから。だけど人間の心理として、成果がね、本番にかなり近い状況の中で出ない日々が続くと、俺本当に大丈夫か？自分のこと疑い出すんですよ。で、自分の親とかも、あんたこの判定で大丈夫ね？みたいな感じになってくるんですよね。で、先生からも面談とかで、ちょっと厳しいかもなーみたいな感じで、周りが固まってくるんですよ、悪い空気に。そうなってくるとね、そんな空気の中でも、いや、俺は自分を信じてってなれるかっていうと、ちょっと人間難しかったりもするんですよね。なので、共通テスト模試は、今後は本番だと思って取り組んでください。おー、なるほどね、うん。で、逆に言えば、共通テスト模試で成果が出ていく中で、俺もしかしたらいけるかもしれないぞっていう、この感覚が、まあもう韓国まで行ってもいいぞこの感覚が共通テスト本番でいい成果を出してくれるかもしれないし、仮に共通テスト本番でうまい成果が出なかったとしても、練習であれだけできてた、今回たまたまバッドな1回が来ちゃったのかもしれない、諦めないぞっていう諦めない気持ちを蘇らせてくれるんですよ、2月とかに、うん、だからこっからは共通テスト模試および共通テストで本番で成果を出すこと、これがね、いい流れを作ってくれるんで、逆に言えばここで成果が出ないと、ちょっと難しいね、2学期を強いられることになってきます。なるほど。っていうことですね。
次に第5つ目次に第5つ目すげえめちゃくちゃな日本語だな。はい酒のせいですね九州に多い。おう、うん、これはまあ俺の学校もそうだったし、本当にね九州の生徒からはめちゃめちゃ聞く。学校の朝補習と放課後補習なんとかしてくんないかな。朝課外とかね、いいよね、うん、九州のやつは。はい、あれのせいでね、かなりちょっとこう勉強パフォーマンスが落ちる人が目立つんで、もうこれちょっと俺ね勇気出して言うわ、うん、もう炎上してもいいわこれで、うん、だって正しいもん。サボってもいいっす。朝補習と放課後補習だけは。というかもう学校の先生も気づかんといかんよ。だってさ、あいつらは月から金まで1限から6限7限ぐらいまで生徒をさ拘束して授業しまくってるわけじゃないですか。勉強させまくってるわけじゃないですか。それでダメだったらもう朝補習と放課後補習足してもダメですよ。必要なのはやってる勉強を自分のものにするための時間なので、朝補習放課後補習とかやっちゃうとこれね、むしろ生徒の習熟のための時間を奪ってるんで、やっぱ皆さんね、学校の先生にいい顔するとか学校で褒められるために勉強してるわけじゃなくって、自分のために勉強してるんで、朝補習放課後補習が力になってるんだったらそれは参加してもいいですよ、うん、だけど朝補習放課後補習のせいで勉強する時間がないとかいう謎のコメントが来始めるんですよ。そんな感じだったら自分のために時間使った方がいいです、うんうん、ということで朝補習と放課後補習、これは2学期から失敗する要因、現役生特に九州の生徒さん非常に多いので、ぜひちょっとこちら何とかしていただけたらと思います、うん、はい、以上になります。皆さんぜひ今ね申し上げた5つのことをしっかりとね自分でねもうメモって、こうならないようにということで肝に銘じて素晴らしい2学期を頑張っていってください。以上になります。お疲れ様でした。